こんばんは。あれ、見れてますかね。こんばんは。映像見れてますでしょうか。あ、流れました。あ、皆様こんばんは。見えますかね。こんばんは。お待たせしました。土方ハイトです。知ってますね。はい、今日はね、スタジオじゃなくて稲穂ビリヤード様でやらせていただいてます。もうちょっと今日ちょっと長くなりそうなんで、早速やり始めようかなと思います。あ、ありがとうございます、ニマさん。今日は2万人登録していただいて、1回 YouTube ライブやったんですけど、まあ、また別にプレゼント企画をやりますってお話をしてたので、今日はそのプレゼント企画ライブをやらせていただきます。はい。ではまず商品の方なのですが、かなり豪華な商品になっています。はい、このスポンサー様のいろんな業者様にお協賛いただいて、豪華な商品を用意することができました。給食ジャパン様、株式会社ミチ様、ココカラダ様、ピゼンティク様、本当にありがとうございます。で、まあ、商品の方なんですけど、あ、後でいっか。こんばんは、弾き方プロ、昨日見ていただいたんですね。こんばんは。ワンプール面白かったですよね。で、今日やっていく内容というか、プレゼント企画で、僕の今日ボーラードを1ゲームやります。で、そのボーラードなんですが、ここにあるこのね、1から10のこれ中国で買ったビリヤードのトランプなんですが、1から10のトランプのカードがあります。これ見えますか。これを毎回ランダムに引いて、その数字を狙ってボーラードを1ゲームやったら何点出るのかを予想していただきます。毎回毎回これシャッフルして1枚引いて、1球つくごとにまた1枚引いて、でそのボールがもし落ちなかったら、そのボールのカードはまた戻して、また違うカードをどんどん引いていってっていうところで、1球1球毎回カードを引いて何点出るのかをチャレンジしようかなと思います。ルール分かりますか。まあ、ちょっと最初分かんないと思うんで、予想期間をボーラードって1ゲーム10フレームあるので、3フレーム終了時に、予想タイムを設けます。その時に予想していただいて、それが、まあ、なのでその時3フレ何点出るのかなっていうなんとなくな目安を予想してください。でスコアはもうボーリングと一緒で0点、まあ0点はないかな、イメージ多分50点は出ると思うんで、50点ぐらいから超うまくいけばパーフェクトもあるかもしれない。50点から300点かな。ただね、予想で言うと、もう本当100点から200点の間だと思います。もうその中の適当な数字を言っていただければ、まあ、ビリヤードの分かんない方でももしかしたら的中する可能性があります。で、商品の、プレゼントなんですけど、まずジャストドゥイットさんから2万人ということで、2万円分の商品券をご協賛いただきました。本当にありがとうございます。キューショップジャパンっていうビリヤードのグッズを購入できるサイトがあるんですけど、そこで使える1000円券をまず20名様、そして今回メッツ様とココアラ様とビゼンタップ様、メッツ様からグローブと、X チョーク、そしてココアラ様は一番有名なクエン酸と、あと今コロナ対策でマスクをこれから新発売されるということで、本当超新商品ですね。オリジナルマスクプラスアルコールジェルかな、またちょっとそこは変わってしまうかもしれないんですけど、
小体セットと、あとビゼンディップ様からはビゼンタコ3つご協賛いただいて、スコアが一番近かった3名様にもうこの今の全部のセットを3つにしてプレゼントさせていただこうかなと思います。各ねグッズ3つずつもらってるんですよ。小体セット、メッツセット、ビゼンセットを3つずつもらってるんで、そのセットをもう3人に1名様ずつに、一番点数が近かった3人で取っていただこうかなと思います。でもし点数が、まあ、4人とかなってしまった場合はちょっと最後の方でサドンデスなのか何かちょっと3人には絞らせていただくので、その辺はご了承ください。で、ジャストドゥイットのクーポン券に関しては、まあ、商品券ですねに関しては、僕が出したスコアから上に近い20名の方にもう全員20人の方全員にプレゼントさせていただきます。なのでもし僕が150点だとしたら、149点の人はもう1点しか、あ、149点はまあ大体違う商品当たるかもしれないんで、まあ、でも1点しか低かったらジャストドゥイットのクーポン券はもうなしで、そこから上の点数で近かった20名様にジャストドゥイットの商品券をプレゼントさせていただきます。なんとなくわかりますか？ちょっと今じゃチャット欄を見ていきますね。そう、今ルールね少し分かりづらいかもしれないんで、3フレーム見てなんとなく把握してください。で、多分3フレームやったら、まあ、大体9時20分ぐらいになると思うんで、まあ、9時20分過ぎるかな、そこから半ぐらいまでちょっと予想タイムをちょっとダラダラ喋りながら設けて、もう半を締め切りにさせていただこうかなと思います。なんで、まあ、今ちょっとスコア予想していただいているのもあると思うんですけど、その時に予想していただいた方がいいかもしれないです。で、今予想していただいても大丈夫なんですけど、ちょっとね最初の方だと見つけづらいかもしれないんで、改めて10ごめんなさい、ちょっとスコアの集計も全部これ一人でやるので、3フレーム終了してからでお願いします。ちょっと今スコア書いていただいてるんですけど、まだちょっとね、すいません、早いです。だいたい5分から10分予想タイムを設けるので、そこの期間で、予想していただいた点数の中から全部集計させていただきます。はい、予想時間は3フレ終了後から、まあ、多分9時半ぐらい、まあでも5分ぐらい時間を設けるので、そこはちょっと、9時半に今着いたとしてもご安心ください。10フレーム、20人プラス3人が当選ってよりかは、この3人の中でも、上の方で近かったらもうプレゼントさせていただきますので、 3このセットプラス商品券っていうこともあるかもしれないです。なので合計で基本20名様かマックス23名様ってことになりますかね。はい、すいません、すごくいい予想ありがとうございます。早速ちょっと時間かかりそうなんでやっていきますね。とりあえずやってどういうものなのかを、まず1フレ目をスタートします。全然手抜かないですよ、ちゃんと。ちょっと待ってね、説明で しなきゃいけないことを説明できたかな、確認します。あ、で一応今先に説明しますが、予想はお客様1回までで、2回コメントがあった場合は的中されても、その後後々ちょっと反則というところで商品の発送はなしとさせていただきます。もうその予想タイムの中で1回だけ予想してください。で、予想の変更もちょっとなしでお願いいたします。ちょっとね、もう本当何点出るかわからない、ギャンブル的なというか運要素がかなり多いんですけど、まあその方が皆様面白くやっていただけると思うので、で一応このライブ中に集計しようと思うんですが、もうちょっと時間的に遅くなってしまったら、これがアーカイブで残りますので、コメント欄の方に的中者の方を、チャンネル名かな、チャット名で書かせていただきます。なのでまた後日そこで確認していただいて、で僕の概要欄にメールアドレスが載ってますので、そちらの方にチャンネル名的中された方はチャンネル名チャット名を僕の方にメールしてください。そこからまたご返信させていただきます。で、商品の発送なんですけど、12月中を目指してるんですが、もしかしたら1月とかになっちゃうかもしれないので、そこはご了承ください。大丈夫かな、僕がちょっと全部ね一人でやってるんで、
いろんなあたうたしていることが起こるかもしれないんですが、その辺は温かく見守ってください。では早速1ゲーム目、1フレームですね、やってみます。あ、ガーちゃんさん、スーパーチャットありがとうございます。ポーラードはね、ポーラード1ゲームは点フレなので、まあ、言ってみれば1フレームを10回やります。その合計点数を後で予想していただくので、とりあえずね、ルールを今先にやりますね。そうなんですよ、トランプしてだとね、スコア意外と伸びないんですよ。伸びないからこそ、普通にやるともう200点以上絶対確定っていうか、もうなんなら300点狙えちゃうと思うんで、つまんないから、このボーラードのこの引きの強さがどれぐらい強いのか弱いのかをね、見ていただいた方が面白いと思うんで、早速実技に入ります。1フレ目ボーラードです。まだ予想しなくていいんで、3フレーム目、まったりと見てください。ブレイクも、ブレイクあんまり弱くない方がいいな。ブレイクはほどほどの強さやってよくね。でもブレイク途中強くやったりするかもしれないんで、もう入った球は全て戻したりせずカウントしていきます。今このブレイクした後の状態で、ここもトランプの1から10の数字を引いていきます。まあ、これを今でちょっとね、ゆっくりやっていきますか。これをだんだんスピーディーにやっていきます。シャッフルして、イカ様はない、イカ様はないよ、いくよ。これでまず最初の数字は5番です。でしょ。で、こういうふうに5番ないんですよ。でも5番を狙わなきゃいけないです。で、これ一番先に当てる球も5番じゃないといけないので、もうコンビネーションとかもなしです。絶望、絶望。まあ、カラクッションとかでね、やっていきます。まあ、なんでこういうこともあるんで、ナイスショットは生まれやすいかもしれないですね。よかったです。これもう最初に予想してもらって、すごいなんか高いのを予想してもらったら申し訳ない気がするんで、まずはね、5番狙います。はい、1フレーム目の1投目0点です。まあ、ここは見えないと思うんですけど、ちょっと僕もメモ代わりでメモっていきます。ミスで、これで今1フレーム目の2球目、また同じ数字も混ぜてシャッフルしてやっていきます。ひどいな、これだとね、もう1、はい、また5番で、嘘でしょ。ちょっと見えます。ひどい、ひどい、ひどい。これは相当ひどいよ。これもスコア、これもね、スコアにはもう入れますよ。スコアにも入れるんで、3フレーム終わったら、それまでの点数は発表しますので、その後に予想してください。ひどいな、これは。1フレーム0点とかあるんだよ。引き弱すぎないですか。引き弱すぎる、これ。え？しかも、なんもないよね。で、一応、5番に当たって他のボールが落ちても、これコールショットでやるので無効にします。ひどいよね。あ、ありがとうございます。2万人登録。5番どうしようかな。ちょっと待って、ひどいな本当に。またね、ここね、いるんだ。手玉がここでした。っていう感じで、今これルール説明なんですけども、これも点数入ってるんで、1フレーム目、0点。ひどい、0点で。ミスミスって。ミスミスって、ボーラーズで。やばい。やばいな、これ。これを、こんな感じで、わかりますか？どんどん。ルールはなんとなくわかりますか？いや、ボールインハンドとかはね、もうしないでね、現状からやってみますよ、もう。今皆さん100点いかないんじゃないかと思ってますよね。そんなことないですよ。わかんないけど。じゃあ2フレーム目は2番先頭にしよう。5番の後5番引く？
ちょっとじゃあ、2フレーズいきますね。ひどいな。少し強めにいこう。やばい、消えないで。消えないで。はいはい、スタートいきますよ。6番です。いろんなボールが狙える場所に手玉を置いておいた方がいいですよ。まず入れることだ。どんどんいこう。はい、8番。よしよし、はい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 、ナイス。9番、最高。最高あるから、これもうこの辺にやっとこうかな。で、はい、ビース、いや、ナイス出したよ今の。これもうこうなってくるとストライクあるんですよ。そうですよね。はい。5番。え？あ、ブレイクどうしたのか。ブレイクどうしたのはもうそのまま出しにします。すごくない？ね、今急にね、さっきの引きから10番。ちょっとこの中では引き弱いな。ミスったらこの10番も入れて1回シャッフルしますね。なんだよ、イカ様やらないですって。はい、皆様今途中から見てくださってる方がいると思うんですけど、まだスコア予想はしてもらってないです。3フレーム終わってからプレゼント企画のためのスコア予想してもらうので、あと2フレームお待ちください。今何点だ、6点かで、じゃあ次これ7番しました。これ7番ね、大井さんなんですよ。これ中国で買ったトランプなんですけど、よくないですか。チャイニーズエイトの選手がね、乗ってるんですけど、日本人は大井さんだけ乗ってるっていうね、すごいですよ。さすがワールドスターですよ。引くか、ちょっと。これはもうスペア取れましたね。はい、10番です。4番。で、最後は2番。よし、6ステイ。よし。今のは引きが良かったな。もうちょっとね、いいプレー見せたいですね。テクストライクいけたかな。あ、直生くんさん2万人、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。初めてスーパーチャットいただきました。直生くんさん、あんまり最近見ないですけど、いらっしゃいませ。ビリヤードをご堪能ください。なんかわからないことあればチャット欄に今のうちに書いておいてくださいね。また3フレーム前にも質問可能なので、よし、この3フレーム目をささっとやって、まあ、残り5分くらいでちょっと予想タイムをしてもらいます。よし、3フレーム目。
ていくわけ、適当すぎるか。いいよ、いっぱい入れた方がね。8番、最高。最高でもないから、これまたさ、結構いいよ。これコンビだともう一切何でやってますからね。例えば3番引いても1番落としたりは絶対なしでやってきます。3番引いても行った瞬間で狭いよ。3番ね、こうなるね、こっち。ありがとうございます。面白い企画ありがとうございます。プレゼント企画何がいいかなって考えてたんで、楽しんでいただけるので良かったです。9番いきます。イカサマしてないですからね。イカサマこれ僕しても何も得がないんで、この間も何も得がなかったけどね。こうなったら結構出るんですよ。だってもうこれだったら5番引かなきゃ僕もいけますからね。危ない。1番、つまりゲロじゃん、これ。やばい。6番。見ました、6番で。まあね、ちょっと難しいショットやっとかないと、凄さ分かんないですもんね。入んないかもしれないな。昨日のワンプールでね、良かったんで。じゃあ、そうか、ブレイクで入った時に入った数字を抜いとけばいいのか。あらかじめ抜いとこう。7番入ったし、4番入ったから残り4枚ね。で、今6点。はい、次6番、また6番。これはまたいいな。トランプ引いてるとビリヤードに集中できないな。はい、5番。これ簡単じゃん。2番、アップルトンさん。最後10番は、こういうの引かなくてもいいですか。10番です。最後1球になったら絶対いけますからね。はい、これで今6スタです。16点。さあ、なんとなくルールをお分かりいただけましたでしょうか。はい、これスコアはボーリングと同じ数え方です。今1フレーム見えないと思うんですよ。1フレーム目がミスミスの0点、2フレーム目が6スペ、6の後のスペアで、今3フレーム目が6の後のスペアだったんで、2フレーム目の点数が16点で、申し訳ないんですけど3フレーム目終わったんですけど、3フレーム目の点数はまだ決まってません。この後の点数次第で今日変わってきます。ルール分かりましたか。ちょっと今のうちに分かんないところないですかね。今合計16点ですが、0点とかもあったりするんで、その辺をうまく予想してくださいね。では、じゃあこの今24分からいただいているカポティさん111でから予想の点数をよろしくお願いいたします。締め切りはね、半までにします。で、2回のチャットの人は無効になっちゃいますので、あの点数以外はいいですけど、そこはお気をつけください。これ集計大変になる可能性があるんで、ちょっとね、もしかしたら発表後日になるかもしれないですけど、皆さんやっぱ200点いないのか。まあいないよね、200点は。たくさんありがとうございます。
でもし点数かぶっちゃったりしたら、ちょっとそれでプレゼント的中者がいたら、また最後にサドンデスやるかもしれないです。ですいません、これちょっと遅い時間に申し訳ないんですけど、最後まで見ていただいてチャット欄で当たったよっていう方限定にさせていただこうかなと思いますので、まあ多分そんな長くならないと思うんで、あと30分から45分ですかねの間見ていただけたらと思います。もう本当にピタリ賞とかいたらもう速攻行ってくださいね。であと前後1点ぐらいもうすぐ行っていただけたらいいかもしれないです。締め切り半にしましょう。予想通り半で21時スケジュール通り全て動いています21時半で21時31分のコメントでもうそこはなしで、21時半までのコメントで。ピタリ賞いるかな、こんなにいたらいそうだよな。200点以上出せばほぼ当たらないってことですね。ちょっと200点以上逆にチャンスですよ200点以上無理か。ジャストさんの商品券は20名様にプレゼントさせていただくんですけど、もう出した点数より下の方には一切当たらないんで。さあちょっと一瞬お茶飲ましてください。予想タイムあと4分ぐらいですよ。今のうちにわからないことあったら質問してくださいね。180点とか多いな。何が多いんだろう。21時メモっとこう。21時24分からね。24分から31分まで。24分から。の30分まで。OK。あ、222点なかった今。1点だけでも下で大丈夫なのは、限定3セットのビリヤードグッズのプレゼントの方はもう上下の一番近い方に方3人させていただきますので、その方は下でも大丈夫です。でジャストさん の20人、まあ20名かなちょっと分かんないですけど、その商品券に関しては僕が出した点数より上で近い人20人にさせていただきます。なぜかというと上下の上下 の, 近い20人を探していると日が暮れてしまうので、もうここは上の予想していただいた20人に限定とさせていただきますので、ご了承ください。いやもう点数はね本当分かんないですよ。これ僕も何年出るか分かんないし、多分予想つかないと思うんで、もう宝くじ的な感覚です。100点から、でもそっかピタリ賞いるのか。100点から例えば220点ぐらいの幅だと考えると、120人予想していただいたら誰かしら的中がいるはずですもんね。あ、カフディさんスパチャありがとうございます。今のうちに結構当たる宝くじですよこれ。今もう300人近くの方見ていただいてありがとうございます。この後はね、僕はもう真面目にトランプを引きながらビリヤードをやっていくので、ビリヤードの技を楽しんでください。このトランプはね、プレゼント対象じゃないんですけど、まあ、ピタリ賞がいたら、あげましょうかピタリ賞の付録につけましょうか。まあ、ピタリ賞と上位3人のね、フリープレゼント格差はないので、ちょっとそれも考えてみますね。あ、サインはビゼンティップのタップのカードにサインをつけて、3名様プレゼントさせていただきます。もう間もなく締め切りです。31分となった、この予想の時には終了としますので、もうすぐですよ多分。あ、ネコルンさんありがとうございます。ギリギリに115点でありがとうございます。さあもう間もなくですよ本当に。
本当もう1分でも過ぎてしまった方は申し訳ないんですけど、もうあ終わりです。今ね、ごめんなさい、僕のね、シュンさんの188でが多分、ああ、ごめんなさい、ちょっとこれ以降は、こうか、見えますか？申し訳ないんですけど、31になってしまった方からは、ちょっと締め切りになってしまったので、対象から外させてください。申し訳ありません。では、これちょっと最後に見ていただかないとって言ってるんで、早速始めていきます。どうか。あれですね、僕が締め切りってやった方がいいな。なんか、かわいそうだ。申し訳ないので。今これ見て、締め切りって書きますね。ごめんなさい。ちょっと締め切りって書きます、ちゃんと。自分のライブが発見できない。どれだ？これか。もうこの後多分ないと思うんで、申し訳ないです。今この締め切りです書いた前の方は大丈夫です。ちょっと31になっちゃった人もいると思うんですけど、すみません。では、いきます。よし、たまにね、チャットってコメントが前後しちゃったりとかなくなったりするんで、一応僕の締め切りっていうのを最後にやらせてください。さあ、本気出しますよ。ここから、待ってよ。150点は出したいな。何も操作しないけど、177点くらいで出して頑張ります。あ、HW さんありがとうございます。頑張ります。よし。4フレーム目。ここもね、一投目大事なんでね。さあ、スピード早めにやっていきます。では、3番入りました。3番になります。ね、そう、一人で全部やるの大変なんですよ。でもね、一人でやらせていただきます。さあ、こっからは僕の引きの勝負なんで。あ、いい配置じゃん。全部いけるよ。はい、2番。一番難しくない？2番難しくない？大丈夫か？こうなんです。やばい、これトランプ切られてもらって集中できないな。10番。いいスコアを出すんじゃないかと絶対ヒヤヒヤしてますね。8番。これはいいよ、これはいいよ。あー、7番やめて。7番出ないで。4番。よしよし、この辺に持ってったワンパイか。バレました。6番最後です。これもね、いいよ。その辺で待って。よしよし、最高。もう7番来ていいよ。
7番でいいよ。5番。なんで7番来ないと。はい、パスダメですね。いい感じですよね。僕を舐めてますよ、皆さん。ここから引き強くなりますからね、勝負師として。エース7番最後か。7番最後がちょっと難しいな。狭い方に行くのもありだな。弱い、やばい。全然違うじゃん。はい、7番ね。まあまあ結果オーライです。見せ場を自分で作らないと。はい、初のストライクで20点加算です。3つ目終了して36点となりました。出しますよ、ダブル。引きの強さで、引きが強ければ永遠にしたら出ますからね。そうなんですよ、僕も乗せてはいけないですよ。イカサマ、確かにこのトランプイカサマしてますよ。イカサマする意味ないけど、イカサマ、あ、いけ、あ、大輔さんありがとうございます。イエスキー、イカサマビリヤード楽しかったですか。もう二度とあんなことはしないと誓いたいのですが、多分またいつかやると思います。やめて、危ない危ない。ちょっとブレイク真剣にやらないとまずいな。これも今ブレイク入ってないんで全シャッフルでいきます。イカサマできないよ、ちゃんとマジシャンじゃないんで、このこうやってる隙なんかできないんで大丈夫です。1番はやってほしいな。1番以外ないけど、いきますよ。こう最初大事なんですよ。もう2番の最初多いな。ダブル出したい。もう個人的にはひたすらスコアを伸ばしたい。ひたすら1番を引かないように3番。3番がなくなれば1番の道もちょっとあるな。終わりのね、終わりのこのどのボールを引いてもいいようにちゃんと出たとあの辺持ってきてますからね。はい、4番。あるよこれ、またダブル。この範囲ではね、この辺が一番基本範囲内なんで。はい、10番。今点数120点ぐらいの人に相当焦ってますよね。この辺かな、まあ、しょうがない、あんまりチェックならないけど。やべ、ちょっと何言わした。しょうもない、変なこと喋りながら やるもんじゃないですね。ちょっともう静かにやります。すいません、見せて、全然見せてない。外して喜んでる、遠くない。ちょっと待って。はい、10番。ふざけんなよ、それだけ見えてないじゃん。ジャンプ球組み立てないと。やばい、バッチ当たった。
こうね、やっぱね、流れってありますよね。超油断するミスすると、あ、この機会ですね。10番だけはやめてよ。これ無理じゃん。ジャンプ無理か。いけるか。ああ、くそ。点数が伸ばせられない。よし。あんまり見せないダーツジャンプ。いやー、全然止まらそうだなこれ。入るしないなこれ。お、惜しいのか。やばい、やってしまった。入ったけどノーカウントです。4-3-0か。それそうです。3だと見せてるもんね。やばい、最悪だ。字が汚くなっちゃった。いやー、マジでショック。なんか点数関係ないけど、純粋にいろんなことにショック。引きの弱さと。ひどいな。ごめんなさい、ちょっと200点出してる方は申し訳ない。だってもうこれ200点出ないもんね。うわぁ、全部ストライクで202か。今現在5振り終了して52点です。そうだよ、もうちゃんとブレイクをしてボールを減らす作戦に入ります。点数を出したいんで。もう何やっても分かんないもんね。やめて。どうすごいやばいや。嘘でしょ、そんなことある。ボーラーのルールはここに入った球を戻して、手玉はここの2ポイントの内側です。やばい、これ想定してなかったな。これでもしボーラーのルールだとあれなんですよ、あそこから自由に置けるけど2ポイント以内の球は、ね、狙っちゃいけないんですよね。なんで、まあ、手玉もし1か5か9引いてしまったら、手玉を1回多分2ポイントより外に出さないといけないと思うから、まあ、こっち側のクッションに当てて狙うことになります。あ、すいません、これもうさっきのイージーミスから、これが1か5か9引いちゃいけないんだよ絶対。めんどくさいな。しかも引かない。それでもあれですね、なんかトランプに仕掛けがあるとこでも嫌なんで、切った後にして上からにしようやっぱ。そう、本当にガサバニになるの嫌なんで、もう適当に切って、この上の数字ですよ。6、よし、ね、危ない、めんどくさいけど女の子すんだ。これね、手玉はね、自由に動かせます。その後どこなんだろうな。この辺のところがやっぱ、もうそうすると4、7、10が死んでしまうな。まあしょうがない。ちょっと待って、入れる自信がなくなってきた。引こう。
うわぁ、2入れた後の出しが微妙だから、2番最後。抽選のお釣り宝くじだと思って見ててください。10番です。あ、7より先に10番来たのがでかいよ。でも10番ないよ。10番ないじゃん。あー、うわー、ないわえ、ないわ。オーダーバンクしかないわ。10番ガーターの1,2,3,4,5 4点。56、まずい。100点にいかない気がしてきた。本当にさっき100何十点に予想されている方ヒヤヒヤしてますよねって言って本当に申し訳ありません。その瞬間から10番が飛んでこんなことになりましたもんね。7ラップ目、欲しいですよね。逆にスコア高く書いてくれたら申し訳ありません。いや、やばいやばいやばい。ちょっと待ってよ。ブレイクで4コインぐらいしないとな。これスクラッチあるけどしょうがないもんね。ちょっと強めにいきますよ、じゃあ。いいブレイクではないですか。今入ったのが9番か。9番に戻ります。はい。ではでは、良きかな。いきますよ。引いてはいけないのは5番でしょ。6番もダメだな。いや、4番もダメだ。2番もダメじゃん。結構多いな。はい。1番。最高です。最高です。これは最高です。この辺ね。もうちょい、もうちょい、やばい、5番がなんでこれだ。はい、8番、まあまあいいです。もう次に4が出ないことを祈ってめっちゃ引こう。なんか5番出そうな気がする。この辺が出そうな気がする。そっか、そういうふうに予想してやっていけばいいのか。そうすればポジションできるのか。10、ほらほら、そうない10。でも次あっち行くんだよな、絶対。そろそろ2か4とか来そうだから。いやー、7の来られたら終わりだな。もうちょっと10入れる自信がないんで、とりあえずポジション考えないで。お願い。やばい、ほぼ4番来て、4番来て、本当に4番来て。3番、あ、まあまあいいや。予想は外れる。ちょっとむずいか。この辺に出したいのにな。
いや、ちょっと強くついて、手玉こっちの方持ってきます。外れないで。止まって、よしよしよし。7か2、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 7か2。5? なんで、あんなわざわざ回してみないじゃん。なんであんなパラダイスしたんだよ。ふざけんなよ。ここで5って。5ひどいっすよね。あ、プロ。見どころ。いや。まあね、ちゃんと見せてますからね。あのこれ入れたらでかいな。他全部これだけですもんね。頑張ろう。六七に当たれ。やばい、全然入るしないわ。ちょっと待って。全然入るしない。広すぎる。点数が出ない。待って、残り全部20点はいきたい。そうすると60点、120点か。100点を超えたい。いやー、あ、6、今すごい、今完全に無視したんですけど、7フレーム終わって61点です。ちょっと念じよう。6だけはダメ。いや、1もダメ。はい、3ね。まあ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 、頑張ろう。むずい、むずいから、つきづらいし。わ、すっごい全部マイナスなイメージしか湧いてこない。
疲労感。はい。4。ないよ。コーナーないよ。サイドしかない。サイド。なんだこれは。すごい罰ゲームやってきたんですよ、とか。2番と8番をやめて、本当にナイスだよね。そうそう、もうね、ナイスなんですよ、これ入れただけで。6、頑張ろう。コツコツ、一歩ずつ、ちょっとね、頑張ろう。むずいよ。9に当たるな。9の右側に当たらなければいいか。大丈夫か。ただのリーチのゲームになってます。いやーやったー。これまた9来るやつだ、絶対。2やめて。ダメだ、2だけはダメだ。てか1もダメだ。5分の2か。1か8。こんばんは。はい、ゆっくりして。はい、1か8引いて、本当に1か8引いて。ちょっとラグがあるから、引いて画面見た後に、じゃあ引いて見せた後に画面見よう。見えない、なんだこれ、10だ。お、10いいじゃん。これ見えないのか。近づけすぎると見えません？大丈夫？この辺なのか見えるの。見えづらいですね。まあいいか、10。9は捨てた。もう9は捨てる。お願い、9だけやめて。8。いやー、このカードの並びがどうなってるかなんだよな。8の後、まあ、9か1を両方引けるアンパイにしとこう。ここだな。
か。1にして、1にして。9にして、これは本当に9にして、9にしてね、9。よしやったよ。はい、2です。ふう、スペアです。何スペでしたっけ、忘れちゃったな。何スペだったっけ。9番です。まあでも点数変わらないけど、なんとなくできます。4スペぐらいかな、5スペぐらいか。点数変わらないんでね。さあ8フレ終了して、時間どのぐらいだ。あ、ちょっと10時回っちゃったか。早めに終わらせますね。じゃあナイスじゃない今の。今のスピアナイスですよね。すごいと思う。ありがとうございます。渾身ですよ。ちょっと長引きましたね。これ出しますか、ストライク。今現在は8笛終わって61点なんですけど、スペア出してるんで、まあ8笛終了時マックス81点まであります。ただ0点まで次もあるんで、ストライクを目指して、あと2フレ、あと2フレです。よし、一番入りそうなブレイクでやろう。ちょっとブレイク下手だな。さあ何番だ。1番に入ったから、うわーいけない球多いな。真ん中に止めてもいいかな、やっぱ今更だけど。7、5ダメ、7、5ダメ、6も4もダメ。3、8、9、2、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 4。4番です。ふっやばい、スペアとあと0歳。4番見えました今。またスペアやりたいな。もういいや、何も考えずにやろう。はい、2。ちょっと待って、見えてるこれ。見えてないよ。とりあえずね、ミスね。やばい、これほんと100点いかないじゃん。難しいこれ。2番。これね、全員に賞金は当たりそうですけど、一番点数低い予想したの何点なんだろう。すごい、こんなにライブで違う意味で期待を裏切ってるのは初めてかもしれないですね。
何が起こるか本当に分かんないですね。あ、1点入ったか、ごめんなさい、1点か、1点だ、忘れてました、ありがとうございます。1点入ってるから1ミスか、だから72の73、よし、ひどい、すみません、80点台だと激アツですよ。いや、100点乗っけたいよな、ダブルを出したいな、せめて。これやっぱりブレイク寺間を止める方がいい気がしてきた。真ん中近辺に止めよう。最初からこれやってる方がいい気がするな。勉強しました。そんなことないかな。で、今入ったのが1,2,3,4,5,6,7番だ。やばい。ここはもう本当に頑張りますよ。5と9はダメ。5、9だけやめて。2、多いんだよ最初に来るの。なんでこんなに行くんだろう。まずい、本当にこれは。2番、オーダーバンク。もうスーパーショットも出る気がしてきた。おお、危ない。よし、10番、よし、大逆襲始めよう。見ちゃった、3番、うわ、3番ないよ。4番ないんですよ。何もないよ。4番最後。スリークッションして回ってこい。むずいな。いやー、それしかないな。なんてこったらよ、本当に。この写
ャッフルで4か9を引かないとダメだ、本当に。3分の1は引かないで。引かないでと思うと引いてしまうから、3分の2を引く。4か9。8! ダメだ。サイドバック。ゲームボールなら、ラストボールならないで、これ。キリオと80点とか本当にいらないから。93までいく。よし、100点いかないのか。これが完璧にラストです。これの1投目で終わります。最後締まりよくいけるように。もうね、ここに残せばいいんだよ、最初から。それが全て悪かったよ、ブレイクで強くしようとしたのが。この一番最後、皆様名乗り惜しいですが、この最後ストライクを出す瞬間を見てください。いきますよ。3。最高来たよ。もう5だけ引かないように頑張る。5だけ引かないように。5だけ引かなければいいや。あ、もうちょっと1枚見えてないからいいや。8。え、むずいじゃん。スクラッチあるか。ダブルインは決めてないけど、ありにしましょう。もうこれは入ったんでありにしましょう。2減らします。なんだ、7がダメだ。10。最後ストライク見せますよ。あ、6もダメだった。危ね。よし、1。いいよ。何でもいいよ。あ、7だ、今4引いて、4引いて、7しちゃった。そう、うわー、7だけダメなのに、7だけダメだったのに。今日は勝ってないな。コンビないからね。コーナーもないし、ひどい。スリークッションもないか。6番邪魔してるもんね。どうすんのこれ。ここで、うわ、7番ダブルバンク。はぁ、この辺かな。もうほぼほぼ無理ですが、
惜しいな、あまりと。終了しました。1、2、3、4、5、15だよね。あれ、88人って いませんでした。はい、長らくお付き合いいただきありがとうございました。終了しました。88点です。いたの？すいません、100点じゃなくて。ちょっとね、集計しましょう。まったりちょっと集計しましょう。どう集計したいのかな。ちょっとね、少し下げてこの辺で。ちょっとじゃあ遡りますね。すいません、皆様ありがとうございました。なんか88、すいません、本当に意外と低すぎますよね。24分から今さかのぼって見れないかな。あった、21かな。これ赤色が残んないとその前の見れないですかね。とりあえずすいません、じゃあちょっと前のやつアーカイブで見て発表させていただくんですけど、88人にめちゃくちゃ近かったよっていう方います？てかぴったりいます？予想の半分ぴったりでした、すいません。え、います？これピタリ賞、30分前は引っ張ってるんですけどね。あ、パチパチでありがとうございます。そうですね、ちょっと先にね、もう点数当たってない方は興味なくなっちゃうと思うんで、まあ、ちょっと座りたんですけど、はい、今日はプレゼント企画にお付き合いいただきありがとうございました。また今後も本当たくさんの方に見てもらって登録もしてもらうように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。またいろんなところでライブをやっていきますので、 Twitter とか見ていただけると告知もしてきますので、あとはね、 YouTube のコミュニティってところかなにもたまに投稿したりもしてるんで、もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。それではここまでの人っていうか、まあ、まだちょっともう少しやっていくんですけど、もう10時半になってしまうので、もし当たらなかった方はゆっくり寝てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。それでは集計します。やっぱりね、戻してもなさそうですね。ピタリ賞いたかいなかったかだけ教えてください。ピタリはいないのかな。なんか88いたっぽいですよね。はい、またなんかいろいろやってきます。本当にリベンジしますね、これ。まあ、これはね、本当に200点も出る可能性も全然ありますし、引きが悪いと100点もいかないっていうことがあるんで、割とね、どなたでも楽しんでいただけるかなとは思います。てか、楽しむというか、もう誰か当たるか本当に分かんないなと。え、くちくちさんですか？ぴったりですか？88点、すごくないですか？本当におめでとうございます。89もいたの？マジで。
ってことは多分88と89の方はあの3名様限定のビリヤードグッズセットも確定かもしれません。え、ミック000993、すごい。あ、はい、ありがとうございます。またやってきます。あとね、どなたにもチャンスがあるようにやっていきたいので。くちくちさん、くちくちさんですか、カチカチさんですか。メモっておきますね。88が1人と、こんなに低いからあれですよね、100体絶対多かったですもんね。こんなに期待を裏切って、多分次もう一回同じ企画やったら高いはずなんですよ。まあ、それもまたそれでいいかもしれないですね。次これもう一回やりたいな。でもなんかまたプレゼントか分かんないけど、ミックさん、ミックで、これあれです、あのもう的中されたと思われた方というか、もう自分は絶対当たってるなと思った方はあのメールください。また後ほどこれのアーカイブのコメント欄で僕がずらっと20名ほど的中者の方を書かせていただくので、概要欄の方からメールいただければプレゼントの方を送らせていただきます。で、あのジャストドイットさんの商品券に関してはあのメールの返信で、ちょっといつになるかまではまた今月には絶対送らせていただくんですけど、メールで使えるクーポン券になりますので商品の発送はございません。で、3名様のビリヤードグッズ当たった方は僕が商品を発送させていただきますので、しばしお待ちをという形でお願いいたします。98、イカ様の後編は今週、まあ、土日のどちらかで上げられたらいいかなと思います。ちょっとね、明日も、ホッツのチャンネルライブだし、土曜日もワンプールの試合も入ったりしてるんで、ちょっとすぐ編集できるかが、まあ今編集中なんですけど、本当に後半のネタバレが多分一番面白いと思うんでまたぜひ見てください。すごいな、号泣。でもね、これもう見ちゃった人ってもう多分僕相当怪しまれると思うんですよ。ビリヤード業界狭いんで、僕が仕掛けるような人もだんだん分かると思うし、なんかね、なかなかこれ発表する前にやりたかったんですよね。やっぱこの時期なのでなかなか人とやることが少なくて、とりあえずもう一回アップしてからまた仕掛けるかもしれないんですけど、また忘れた頃にやると思います。ミック009さん、そっか、てか88って一番下じゃないよね。69書いたんですか。してる感じなのにこんなに見たらいいので、ありがとうございます。ゆうきちゃんにね、イカ様して、イカ様ってかされたいですね。僕のビリヤードレッスンは、とりあえず今、まあ、ちょっとコロナの時期なのでなかなか継続できるかまでは確定的には言えないんですが、今今月は自由空間の高田の馬場店で、早いと10日ですね。で、その次が翌週の17日亀戸店で18時から21時まで、で今年の最後は24日の18時から21時までと今のところ予定しております。が見えなさそうなので、これはあれですね、どう考えても見えなさそうなので、またアーカイブに残して、ちょっとじゃあ22時半まで適当に話しましょう22時半になったら終了しますね。ゆうき、平口さん相手だと罪悪感、まあ、罪悪感はね、
あのやってる時にはもうテンパってそんなことは全くなかったんですけど、編集してる時にすごいかわいそうだなってだんだん思いながらやってました。本当にもうワンプールオイピーもそうですね、今日1回戦突破してくれたので、してくれたというかもうすると思ったんですけど、ワンプールの今試合やってまして、リモートの試合ですね、これが土曜日にまた4人リーグで2人通過っていうことをやるんですけど、その中の4人のうちに僕と大井さんが一緒で戦うっていう、明日は東京ホッツの試合で沖縄と、沖縄のアマチュアさんのティグレさんというチームと、あのアマチュアのリモート戦に優勝したティグレさんと戦うんですけど、明日は大井さんと友という仲間で3人チームで戦うんですけど、土曜日は敵ってことで結構面白い展開になってきました。チャプター戻れる時あるんですね。なんで僕戻れないんだろうな。動画戻してるんですけどね。2、3年くらいでプロ、あ、2、3年くらいでもね、まあね、年数ってよりかはやる時間なんですよね。どのぐらいの時間っていうと難しいんですけど、まあ、2、3年がっつりビリヤードやったら全然目指せると思います。どんな練習が多いですか？どんな練習かな？やっぱ最近テンボールとか多かったし、あの JP リーグっていう来年から始まるリーグでは9オンフットのボックスブレイクっていうルールでもやったりしてるんで、そのブレイクの練習結構多くしてますし、まあ、シュート練習で、シュート練習では普通にテンボールとかやりながらシュート練習もしてるし、センターショットもまっすぐのショットもいっぱいありますし、結構日によっていろいろ、あとは僕の動画でアップした激ムズシュート練習とかっていうのも普通にやったりしてます。あ、猫のさん、動画編集一本終わりました。お疲れ様です。最後、いやもう3フレームやっちゃうとね、またもうちょっと時間かかりそうなんで、やりたいんですけど、ね、225人の方に見ていただいてるんでやりたいんですけど、稲穂さんを貸していただいてるのもあるので、今日はもうさっくりと。さっくりじゃないですよ、もうダラダラ話してるんで終了しようかなと思います。プロのバンク論、プロのバンク論、いやそんな、僕結構ワンクッションだけシステム使ってるんで、基本ワンクッションのシステムに沿って計算して、あとはコンディションを自分の中でイメージをしてここに当てようっていうところを意識して、そこをからはもう普通にシュートしてる感覚と一緒ですね。あそこを目指して力加減はこれぐらいでっていう形で狙ってます。最近は部活でビリヤードしてないですね。僕は今昔うちの親がやってたビリヤード場が昨年だっけ、あれもう1年前か2年前かに閉店しちゃったので、そこからはほとんど一緒にやってないです。ただね、あのスタジオとかで一緒にあったりしてますけど、ビリヤードはまだ出てないですね。すいません、じゃあそろそろ終了しようかなと思います。こんな時間まで見ていただいてありがとうございました。カチカチさん、クチクチさんかなにはあのメールまたお待ちしています。あとミックさんかな、0009993も多分もうほぼ確定だと思うので、メールお待ちしてます。またコメント欄の方でアップしますので、そちらの方アーカイブでチェックしていただけると嬉しいです。あ、もしよかったらいいねよろしくお願いしますお疲れ様でした。すいません、本当プレゼント企画ということでたくさんの方にご参加いただいて本当嬉しいです。また今後もいろいろ考えていきますので、何かねリクエストとかあったらコメント欄の方でもツイッターの方でもメッセージください。お疲れ様です。すいません、じゃあまたちょっと後ほど上がる、まあちゃんと見直して2日以内にはコメント欄の方には普通にあげますのでチェックしてください。よろしくお願いします。ではおやすみなさい。ありがとうございました。また明日のホッツチャンネルと今週末のワンプールぜひ見てください。お疲れ様です。